スタンドアップ学芸。皆さんこんにちは。この番組は東京学芸大学放送研究会が送る15分間のラジオ番組です。今回のお相手は2年 DJ 江原と2年 DJ 小夢でお送りしていきます。よろしくお願いします。ザ・リスナーの皆さん、お正月というかね、新年明けましておめでとうございます。本日収録日が1月何日だっけ？12かな。12か。まあ、うん、もうお正月って言ってらんないんだけど、ね、まあ一応、まあ、新年初めてのスタンドアップ学芸ということで、はい、皆様にお正月のご挨拶をさせていただきました。今年もよろしくお願いいたします。ということで、まあ、お正月も過ぎて学校も始まってるわけなんですけども、うん、小夢くんはどんな感じでお正月過ごしましたか？そうだね、俺は結構実家の方に帰ってたんだけど、うん、おじいちゃん家とか行って、あとね、おせちとか食べた。あ、いいですね、おせち。うちおせち文化ないからさ、そういうのに憧れてる。うん、なんかかまぼことかはチロッと出たりはするんだけど、なんかその重箱にきっちり、あのね、なんかもう綺麗に詰めて出されるってことはうちではなかったからさ。あ、でもね、うちも、そんなに家で作ったってわけじゃなくて、もともと店の方で作ったのを発注したって形なんだよね。あ、買ってくるっていう手もあるの。なるほどね。そうするとね、重箱が紙とかで作られてて、結構後片付けも簡単なんだよね。そうだね。なんかお正月ってさ、結局みんな集まってさ、なんか楽しいのはいいんだけど、うん、その後片付けとかね、そう結局いろんな人が集まってくるからさ、そういうのが大変になってくるからさ、うん、そういうのがあると、まあなんかお母さんとかすごい楽でいいよね。ね、いいと思う。俺もね、結局実家に帰って、まあ、ばあちゃん家でいとこの家族とかと一緒にご飯を食べたりして、うん、過ごして、まああとはいろんなとこに初売りに買い物に行ったり。いいね、福袋とかね。そうだね、いろいろなものが結局安くなっていたので、まあ、服とかいろいろ買ったりしてましたね。うん、ところで、まあ、お正月といえば初詣とかに行って おみくじを引くと思うけど、小夢くん、おみくじ今年は引きましたか？あ、引きました。引いてきました。今年の運勢をちょっと話していただきましょうか。今年はね、そう、末吉だったんだけど。末吉か。ちょっとね、まあ良くもないけど悪くもないみたいな、ちょっと微妙な ねところなんだけど、運勢の方がね、うん、まあまあいいこと書いてあった。ね、願望が遅くなるがきっと叶う。試験の方が努力は十分も、報いられるって書いてあって。なんか、まあ、なんかのんびり、ま、長い目で見れば結局ね。そう今年の初めの運勢としては全然いいものだったと思います、ね。うん、まあ、僕はおみくじ引いてないんですけどね、まあ、なんか心の中でいつも大吉ってイメージなんでちょっとよくわからないこと言ってしまいましたね。まあ、1月はまあテストといろいろ続きますからね、まあ、今年のスタートダッシュをしっかり切っていけたらなと思います。それでは皆さん、今回も15分間お付き合いください。スタンドアップ学芸スタート。さあ、ということで2020年一発目の SUG コーナーに入っていきたいと思いますが、はい、まあ、2020年の、まあ、日本の大目玉の行事といえば、まあ、小夢くん分かるよね？え、それはもちろんあれでしょ、うん、おもてなしの東京オリンピック。お主に言われても全然なんかときめかないんだけど、ね、あの滝川クリステルさんが、あの有名なスピーチですね、おもてなしといったスピーチからも、な、まあ、早い年過ぎて、もう東京オリンピックが正式に決まってからもうあっという間に今年開催ですよ。もう、ね、早いね。意外と早いもんだね。なんかすごい先の話だと思ってたんだけど、もう2020年ということでね、まあ、竹川さんも結婚しちゃいましたしね、まあなんか、あの結婚したかということは、まあ結婚したということでありますみたいな感じだあのこういうこの話はあんま良くないと思うんですけど、まあ、そんなわけで今回は今年のオリンピックという話題に関係したコーナーになっていきたいと思います、はい、ではコーナー名をお願いします。こんなオリンピックは嫌だ。さあね、なんか、まあ、まあぶっちゃけ言うと、うん、大喜利ですよ。あ、このテーマ、オリンピックは嫌だっていうテーマに沿って我々2人で大喜利していくというわけです、うん、まあまあ、このサークルのボケ担当2人が揃ってしまったから、ね、そうだね。
ボケボケだから、ね、ツッコミがいないよね。ちょっとね混沌とした時間をお届けすることにはなると思いますがリスナーの皆さんは生温かい目で見ていただければ、あ、もう聞いていただければ幸いでございます、はい、ということで、まあ、早速ちょっと、まあ、いくつかね、まあ、お題に関することはなんか考えてみたので言ってってみましょう、うんうん。じゃあ僕から行こっかな。はい、お願いします、はい。こんなオリンピックは嫌だ。チケット当たりすぎて破産寸前。なんかこれなんかネタっぽく言ってるけどさ、うん、意外とあるっぽいよね。なんかそうなくはないんだよそれ。ね、なんか開会式のチケットとかなんか一席だけで30万とか超えるのがなんかあるっていう、ね、なんかそれで結局ね、オリンピックのチケットですからもうかなり、まあ、競争率は高いということで、まあ。いっぱい申し込んであった人がなんかもう運よく全部というかもうすんごい数当たっちゃってもうお金が払えないんじゃないかっていう状況になってしまっているというのはあるらしいですね。実際なんか同じ数だけそのチケット申し込んでも、うん、全く1枚も当たんなかったって人と逆に全部当たっちゃったみたいな、うん、で、ね、ほらあのチケット買った人はさそれ当然買わないといけないじゃない、うん、予算が大変なことになるらしいね。だよね。実際、まあ、今とかその転売とかにもかなり法律が厳しくなっていますから、うん、なかなかね当たっちゃった人はなんか嬉しいけどもちょっとなって、もう特になんかもう何十万とかいうお金のが動くことですからね、うん、なんかそういうのはねうまく交換できる制度とかあればねみんないいと思うんですけど ね、 ね。ちなみに小夢くんは何かチケット買いましたか？あ、俺はねチケット申し込もうと思ったんですが、うん、あの期限を見逃しておりました。あ、そうなんだ。それは残念だね。俺もねその高校とか大学で一応柔道やっててから、うん、あの柔道のちょっと競技見たかったんだけどもね、ちょうどねテスト期間なんだよね柔道の競技は。あの7月の下旬ぐらいだから思い切りテスト期間。そうだね、丸かぶりだね。そうそうそう、だからちょっと今回は諦めたかな、うん、柔道の試合って結局国際試合とかでもまあ日本でもやってるからまあその時でいいかなって思って。そうだね、まだ機会あるかもだからね。そうだね、まあ今回はいっかって感じで行ってみました、うん、じゃあ小泉くんなんかありますか？俺はねこんなオリンピックは嫌だ。そう、聖火ランナーがミルクボーイ。まあお正月っぽい話題ではあるけどね。そう、この間去年かな、あの M1 グランプリでミルクボーイさんが優勝しましたけれども、かなり話題になってね、まあ、聖火ランナーだったらねその、まあ、聖火のバトンを受け取るわけだからね、まあ、やってみるとすると、うん、はい、ただいま聖火をいただきました、ありがとうございます。こんなん何部あっても困らないですからね。いや困るでしょう、成果は。あれ買った、結構でかいもんね。一本でいいって。何本あっても困らないわ。ちょっと嘘だよね。うん、暑いし。なんかあれ成果結構でかいもんね。結構なんか、うん、前にニュースでやってたんだけど、うん、火をね雨でもなかなか消えにくいように設計してあるらしくて。あれ雨でも走るんだね。あ、そうそうそう。だから重量がすごいんだよ。何キロぐらい？ね。5個あるんじゃないかな確か。ああ、それを結局あれ片手で持って走るんでしょ。そう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 。結構辛いよね。でもなんか中ではもう一般人の方も走るっていうからかなり大変だよ ね。じゃあ僕からまた1個挙げさせていただきます。はい、こんなオリンピックは嫌だ。お尻を出した子一等賞。それ競技ってこと？競技というかもう全体的に。とりあえずお尻を出した子一等賞。それも世間的にもまた明日って感じですよ。バイバイですよ、もうさようなら。また明日生きてられるか分かんないけどね、社会的に。まあなんかね競技場のハプニングではあり得ることですから、まあお尻を出す子が一人もいないこと。お尻出して金メダル取らないようにしてほしいものです。え、これ予言かな、あれ予言かな。やめてよそんなこと、こんなこと現実にあるわけないからね。じゃあ小夢くん何かありますかね。俺はね、はい、開会式がオタダンス。開会式確かにさ、なんか結構その国の伝統の踊りとかがね、そう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 、すごい、例えばこの前のリオオリンピックではサンバの踊りとかがすごい良かったけどね、うん、でも例えば日本だとさ、やっぱり思いつくのがあの舞踊とか、うん、あの和服着てさ、ね、センス持って踊ったりするんだけど、うん、やっぱあの日本のね文化の一つとしてアニメとかあるじゃない、うん、そうだけど、それを前面に出したあのオタクのダンスってのがあるんですよ。サイリウムを両手に持ってあの勢いよく振りまくるっていうのが、それを開会式でやるっていうのは
ちょっと嫌かなっていやまあ俺実際やったことあるし、うんうん、あれでしょ おたげ、うん、やったことあるよ俺意外ときついんだよねあれ腰とか使うしすごくでもあれをさ開会式でさ、うん、見せられる人たちの気持ちよえでもさ実際あのペンライトをみんなサイリウム持つからさめちゃくちゃ綺麗だと思うよなんか暗闇でみんなでやってもらえば、ねうん、動き揃える感じで悪くないと思うけどねオイラとしては、うん、じゃあ僕から1個はい東京オリンそんなオリンピックはやだいつの間にか6オリンピック1個増えてますどっから持ってきたでしょそれオリンピックあれ赤青黄緑黒だっただからなんか、まあ、オレンジあたりがどっかから転がって転がってこんなん出ましたけどじゃないやん 6輪でやっていこう、まあ、なんか4輪駆動ピックとか2輪駆動ピックとかあとね原動エンジン付き自転車ピックとか、ね、なんかいろんな車の種類になってしまいました、ね、何者かな AT と MT あるのかねこれは AT の方がいいな、まあ、僕免許持ってないんですけどもねいや俺持ってない持ってないんかい俺たち2人持ってないんだねじゃあダメじゃん、5リンピックできないじゃん6リンピック、4リンピックか4リンピック4リンピックできないじゃんフェミクアントなんかありますかそしたらばあとねこれがあるもぐもぐタイム禁止なんかまあ話題にはなったけどね話題になりすぎるとダメなのかなねねカーリングの女子団体だとかかなり有名になってるのか、うん、もぐもぐタイムあとはほら最近だとゴルフの渋野日向子さん、うん、あの人がねあのよく試合の最中になんかお菓子とか食べてるけど、うんうん、あの禁止ルールができてしまうと、うん、ちょっとねファン的にもきついことになるのではとっていうかそのもぐもぐタイムというか給水とかできないようなマラソンのランナーとかめちゃくちゃきついんだよねミルクボーイだってさまたその聖火ランナー中にただいま給水のスポーツドリンクをいただきましたこんなナンバーあっても困らないですからね、まあ、確かにまあそれもなくなってしまうということなんでまあもぐもぐタイムぐらいはねあってほしい、まあ、多めに見てあげるっていうことで、ね、なんかまあなんかなんだろうねやっぱり選手の好きなものを食べてねモチベーション上げるっていうのは大事なことだと思うのでねさすがにねそれぐらいはありにしておいてほしいんじゃないかなということで、まあ、いろんなオリンピックは嫌だということを挙げていただきましたが、はい、まあなんかね、まあ、実際にこんなことはあるわけないでしょうからねだよねやっぱりまあでも、今日本はやっぱりオリンピックフィーバーということでかなり盛り上がってますからね、うん、我々もそれに乗ってちょっと楽しこの史上楽しんでいただけたらなと思います、はい、ということでコーナーこんなオリンピックは嫌だでした。お送りしてきましたスタンドアップ学芸そろそろお別れのお時間です。はいあっという間でしたが今年初めてのスタンドアップ学芸ということでした、うん、まあねお正月気分もなかなかねそうだね抜けないその正月太りとかで悩む人も、ね、あるある多いと思いますがまあしっかりね今年のスタートダッシュで、うん、皆さんができたらなと思って、まあ、このラジオをお届けしたつもりであります。そうだねそれに俺たちはこの後ねテストとかもあるしねうんちょっとね頑張っていかなきゃいけない時期だからねちょっとじゃしっかり2020年も頑張っていきましょう。はい番組では皆様からのリクエストメッセージをお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で学芸 .ghk@gmail.com gakugei.ghk@gmail.com懸命にスタンドアップ学芸宛てと書いてお送りください。また GHK ではツイッターも行っています。アカウントはgHKスタッフ @GHKSTAFF です。ぜひフォローしてください。スタンドアップ学芸今回のお相手は東京学芸大学放送研究会2年 DJ エバラと2年 DJ 濃いめでお送りいたしました。バイバーイ。